鈴野、お前が作った砂の城、すごかったな。店のいい看板になったぜ。役に立ったのなら何よりだ。何、進学校の授業でやったことの応用に過ぎん。え？進学校の授業にサンドアートがあるのか？サンドアートというか、様々な生物や建築物の立体造形を粘土などで作るのだ。立体で再現することは、物の特性を正しく把握し、構造を理解するのに役に立つ。じゃあひょっとして他にもいろいろ作れたりしたのか？ああ、だがあまりああいう場所向きではないと思ってやめておいた。え？例えば？主に神話に登場する怪物だ。生ける死体やワーウルフ、それに地獄の竜。確かに海水浴場向けじゃないな。うん、建築物のミニチュアにしても、私はかつての職務上、監獄や要塞といった場所を作るのが得意でな。そりゃあ楽しい雰囲気が台無しだ。ああそうだ、ルシフェルの像も途中まで作ってみたのだった。途中まで？どうして途中でやめたんだ？砂がうまく固まらなくてあっさり崩れたからな。あいつ、砂の像になってもやる気ねえのかよ。